サブレット軍はアメリカ合衆国のワイオミング州にある軍。人口は1万247人。軍庁所在地はパインデールである。グリーンガー沿いにコミュニティが点在する。サブレット軍は1921年に設置された。歴史上、この地域は重要な毛皮貿易地だった。現在の軍名も、州初期の毛皮取引業者、ウィリアム・サブレットに由来する。 ファインデールのマウンテンマン博物館は、その毛川貿易の遺産を称えている。アメリカが州国統計局によると、この軍は総面積12,783平方キロメートルである。このうち12,646平方キロメートルが陸地で、137平方キロメートルが水域である。総面積の1.08%が水域となっている。 2000年現在の国勢調査で、この軍は5920人、2371世帯、及び1707家族が暮らしている。しかし、その後の石油ブームで、人口は1000人以上増加した。人口密度は0平方キロメートルで、0平方キロメートルの平均的な密度に3552件の住居が建っている。 この軍の人種的構成は、白人97.48%、アフリカン・アメリカン0.20%、先住民0.49%、アジア系0.24%、太平洋諸島系0.08%、その他の人種0.52%、および、本結0.98%で、人口の1.89%がヒスパニック、またはラテン系である。 人口のうち21.7%がドイツ系、17.5%がイングランド系、11.0%がアメリカ系、10.1%がアイルランド系移民の子孫である。2371世帯のうち32.70%は18歳未満の子供と暮らしており、63.30%は夫婦で生活している。は 未婚の女性が接待種であり、28.00%は家族以外の住人と同居している。23.60%は独身の居住者が住んでおり、6.50%は65歳以上で、独居である。1世帯あたりの平均人数は2.47人であり、家庭の場合は2.91人である。 軍内の住民は25.80%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が6.00%、25歳以上44歳以下が27.50%、45歳以上64歳以下が28.70%、及び65歳以上が12.00%にわたっている。中央値年齢は40歳である。 女性100人ごとに対して男性は104.30に見て、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は104.50に見える。この群の世帯ごとの平均的な収入は39,044ベードルであり、家族ごとでは4万5,000ベドルである。男性の3万5,000ベドルに対して女性は2万1,109ベドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は2万56米ドルである。人口の9.70%及び、家族の7.40%は貧困戦以下である。18歳未満の10.40%及び65歳以上の8.70%は貧困戦以下の生活を送っている。ボールダーのウェルカムサイン町国勢調査指定地域、ワイオミング州、サブレット軍の基礎情報。 全国カウンティ協会。2008年10月17日閲覧。アメリカ合衆国統計局。2008年10月17日閲覧。アメリカンファクトファインダー。ユナイテッドステイツセンサスビューロー。http コロンスラッシュスラッシュ factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。